南波巫女前後陽明天皇二年は、古墳時代の皇族。美達天皇と、非、春日老女子の第一王子。春日巫女、桑田王女、大波巫女の同母に。587年8月、日野と羊の乱で、朝廷軍に味方するが、これ以降司書に登場しないことから、乱で戦死したと考えられる。この戦いには、 春日老女子の親族と思われる、春日ガ神が参戦しているところから、母方の血縁者の協力を得ていることがわかる。また、この後の女名天皇8年7月に、弟の大パミコが、軍慶や百両の調三のことについて、大臣蘇我江戸に中言しているところから、南波ミコの一族が、蘇我氏の本州と親しかったことも伺われる。 南馬美子自身は若くして亡くなった可能性が高いが、道新人、神奈美新人、北新人、栄太新人、大山人など、数多くの氏族の祖先となっており、美子の子孫からは、立花孫が出ており、現代の皇室にその血脈は受け継がれている。本朝皇院昭雲録と、孫貴文脈立花の死刑図では、南馬美子大又王、栗熊の王、ミヌ王、 桂ツの王という系譜であるが、新鮮聖子録立花村上では、南馬巫女、栗熊の王、美濃王立花処刑となっている。大又太王は、南馬巫女の同母弟であり、小雲録などの系譜には、疑問が残る。一方、聖子録は、マムタ神人は、大又太王を祖先とするとも記してあり、大又太王を称する王族は多く、この大又太王は、美奪天皇の子なのか バミ子の子なのか、はっきりしていない。ありがとうございます。